スワーブリチャードは日本の競争馬主な勝ち倉は2017年のアルゼンチン共和国売共同通信杯、2018年の大阪杯、金社地賞、2019年のジャパンカップ。場名の由来は冠名人名より、2014年3月10日、北海道阿比町の農山ファームにて誕生。同年のセレクトセール搭載場市場に上場され、株式会社、 MMB 代表、竹内圭康によって1億5500万円で落札された。2歳9月11日、阪神競馬場の2歳新馬戦でデビューし、一番人気に押されるも差し切れず、花さの2着に敗れた。続く未勝利戦を圧倒的人気に応えて解消、初重症挑戦となった東京スポーツ杯2歳ステークスでは直線追い込んだ。 もののゴール手前で交わされて2着となった。3歳年明け初戦は共同通信杯に出走し、後続を突き放しに和身反差の干渉を飾った。そしてクラシック第1戦のサツ賞では、フラワーカップを圧勝して、注目を集めていた、牝馬ファンディーナに次ぐ2番人気の支持を集めた。しかし、レコードタイムでの決着となったレースでは、直線で伸びずに6着に、敗退。 初めて掲示板を外す結果に終わった。その後クラシック第2戦、東京優秀に出走。行為から追い込むも、スローペースで早め先頭に抜け出したレーデオロを、捉えられずに2着となった。秋初戦のアルゼンチン共和国媒は、道中中段のうちで追走すると直線で鋭く伸びて、ソウルインパクトに2番新反差つけて解消した。クレの有馬記念は、 北三ブラックに次ぐ二番人気で出走。後方から追い込んでくるもうちに持たれてしまい四着に、敗れた。この時、シュバルグランとサクラアンプルールの進路を妨害したため、起乗していたミルコデムーロ騎手は、年明け開催二日間の起乗停止処分を受け、本場も、平地調教注意処分となった。四歳四歳初戦の金沙知将は二番鉄位層から、直線で逃げ粘る里のノブレスを捉え、 ハンバー審査をつけて解消した。そして、4月1日の大阪杯は、広報待機から、向こう正面で一気にまくり上げて前方に進出し、3コーナーで早めに先頭に立つと最後は、ペルシアンナイトの追撃を振り切って、GI 初制覇を果たした。自走には、初のマイル戦となる、安田記念を選択。4頭のマイル G1 カチマをはじめとした。 有力馬たちを抑えて一番人気に押されたが、伸びきれずに三着に敗れた。夏場は休養に当て、ぶっつけで天皇賞に出走し、同期のクラシックホース3頭などの競合を抑えて一番人気に支持された。しかし、スタートで隣の幕引きに寄られて最後方まで下がる不利に見舞われ、道中もよどみのない流れでポジションを押し上げることができず、 安城のデムーロも直線半ばで諦めて、追うのを止めてバグに沈み、10着大敗となった。その後は、ジャパンカップに出走し、圧倒的1番人気のアーモンドアイに次ぐ2番人気の指示を受けた。アーモンドアイを後ろから見る形で奇跡の作り出したハイペースを4、5番手で追走したが、直線では、前の2頭との差を詰められず3着に敗れた。 アーモンドアイの勝ちタイム2分20秒6は世界レコードであり、本場と4着、シュバルグランの総破時計2分21秒後も、アルカセットの急に本レコードを0秒6上回るタイムであった。5歳5歳となった2019年は中山記念から始動した。同年の同レースには、後に香港のクイーンエリザベスにセイカップを制するウィンブライトや、 前年のサツキショーバ、エポカ道路、2017年の阪神ジュベナイルフィリーズを、勝った、ラッキーライラック、前年のマイルチャンピオンシップのカチウマステルビオ、2017年のシューカショーバ、ディアドラなどの豪華メンバーが揃った。レースは、マルターズ・アポジーが、前半の1000メートル58.2というハイペースで、逃げて、ラッキーライラックが2番手、スワーブ・リチャードは、同中後、 6番手を追走して直線に向いたが、直線は思いの他のビズ4着だった。その後はシュバルグランとレーデオロと共にドバイシーマクラシックに出走した。安状は主戦のデムーロが大阪杯でペルシアンナイトに騎乗するためジョアン・モレーラに乗り換わった。レースはレーデオロが逃げるという意外な展開の中、スワーブ・リチャードは道中最後方を追走して、 最後の直線では、先に抜けたオールドペルシアンを、スワーブリチャードとシュバルグランが追って最後は、スワーブリチャードは、シュバルグランに競り負けて3着となった。続いて、国内 GI 初戦として、宝塚記念を選択。ドバイで共に走ったレーデオロや、ョーバ馬奇跡らの同世代の有力馬含め6頭の GI 馬が集まった高メンバーの中で、単勝6番人気と、 やや評価を落とす。レースでは、馬群前の方先行作に出たリスグラ集を見る形で、4、5番手を追走。3コーナーにかけて3番手に上がると直線では伸びを、見せるも先に抜けたリスグラ集や逃げた奇跡を捉えられず3着となった。秋の指導戦となった、天皇賞は、横山の利ひろきとの新コンビを結成。天皇賞史上最多の10頭の GI 馬が集まる。 中で5番人気となった。レースは、道中中断のインでロスなく運び直線に入ったが、伸びきれず7着となった。続いて、ジャパンカップに出走。史上初の外国馬の参戦なしとなったものの、2016から2018年のダービー馬山島、2017年の同レース覇者、シュバルグランなどが出走を決め、 ランフランコデッド売りをはじめとする7人の外国人騎手の騎乗も注目を集めるレースとなった。本場もオイシン・マーフィー騎手との初コンビを結成し、単勝オッズは3番人気に押された。レースでは、中段待機から徐々に位置取りを上げて、直線に入ると左右打ちをついて、伸び足を見せて、前年の大阪杯以来の GI2 勝目を果たした。また、本場を管理する、安教師、 安状のマーフィーもジャパンカップ初優勝となった。レース後にマーフィーは世界的に有名なジャパンカップを勝て、夢が叶ってとても嬉しいと語った。ジャパンカップ後は有馬記念に出走。2番枠スタートから好意で、積極的にレースを進めるも、勝負どころでは早くも手応えが怪しくなり、見せ場なく12着に終わった。レース後、 安城のマーフィーは、ポジションなどは良かったと思いますが、残り800メートルで、歩み様がおかしくなってしまいました。何ともなければいいですが、とコメントした。引退2020年1月28日、管理長教師の翔野康氏から、現役引退及び八代大スタリオンステーションで、種ボバ入りすることが発表された。翔野は、残り800メートルで、マーフィーが、 違和感を覚えて、無理をしませんでした。レース後、2週間ほどして、右施設に、晴れと痛みが出始めました。幸い大事には至っておりませんが、ドバイシーマークラシックを見送り、オーナーサイドと競技の結果、現役を引退することが決まりましたと経緯を説明している。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。